今日はボンドボディに来ております。ちょっとボンドボディはあの自己修理の車とかたくさん入ってるんでちょっと映せないところがちょっと多いんですけど、今回ちょっと中でちょっとお届けしたいものがあって来ております。はい、ちょっとこの辺カットになっちゃうかな。お届けしたいのはこちらのお車でございます。488フェラーリ488でございます。なんとこちらがマンソリーのボディキットを組んで外装コンプリートになります。でこのボディキットの、コンプリートからの名前がシラクーサ、シラクーサ、シラクーサでいいんだよね。シラクーサっていう、まあ、ちょっと入れておきますこの辺に、はい、すごいのが出来上がります。そしてもうエラパーツが入荷してるみたいなんでちょっと今回それを見てみたいと思います。なんかいろいろすごい車も入ってるんでちょっと映せるものがあればちょっと映してみたいと思います。行きましょう。まずねすごいのがね F10 の R8 が入ってございます。わー、スターテックめちゃくちゃかっこいいね。レンジちょっとナンバーちょっと映しませんけど、スターテックのエアロパーツとスターテックの、はい、大丈夫、スターテックの、うわかっこいいな、レンジかっこいいね。内装がめっちゃおしゃれです。中にはいろんな車が、この辺もちょっとナンバーなければ大丈夫かな。すごい488がもう一台入ってございます。はい、これもなんか磨きか修理か分かんないですけど、はい、やばいでしょこれ。これバルドのホイールだけどこのコンケーブがコンケーブがすごいギュビーン、すごいです。はい、そしてですね今回表に伸ばす赤の488につけるエアロシラクーサがこちらでございます。すごいすごい、え、これ一体なんすか、全部組み立てたんすか、これって組み立てたんすか、あ、この状態届くんすか。多分これであれですよね、軽自動車買えるぐらいですか。そうねすごい、でこれ全部一体っすもんね、でカーボンっすもんね、すごい、あ、分解もできそう。で今回これなんかラインかなんか入れるんですか。そう、ボンネットとかのつながりが、あー、なるほど。まあちょっと完成したのを見てもらえばとてつもないのが出来上がりそうだっていうの分かると思うんですけど、もうパーツもとてつもないものが届いております。はい、いやすごいねこれ、全部カーボンだよ、だってこれ下もで、これはファイバーじゃないよね、こっちもカーボンだよね、カーボンだよね。すげえ、もう本当にフォーミュラーだね、すごい。で普通だったらこれだけ大きいものをカーボンで作っちゃうと修正とかそのこう無理やりチリ合わせてできないんですごく大変なんですけど、マンソリーはもうフィッティングもバッチリみたいです。やっぱり高いだけあるし、もうそれだけこうドライカーボンを製作する技術が高いみたいです、はい、すごい。あ、そうなんだ、あ、ここでね、わあすごい、本当に自動車メーカーが持ってるようなオートクレーブっていう大きな釜持ってそこでパーツとかも作ってるんで、もう本当にパーツのサイズもすごい大きなもの作れますし、まあ、品質も本当にとてつもなく高いものが出来上がってきてます。はい、片付けましょう、車が買えちゃうんで片付けましょうそしてこちらがシラクーサのボンネットです。はい、直置きかと思いきやちゃんと、はい、ついてございます。あんまり触ると怒られるんで、これも多分3桁万円じゃないかな。うわーすごい、怖い怖い怖いぞこれは。ちょっと持ち上げます、よいしょ、わ軽い、めっちゃ軽い、めっちゃ軽いけど怖い、
これは怖い、ちょっとこれはちょっと怖いぞ。ここになんかラインを入れて、で、あのもうサフェイサーが塗っちゃってるんですけど、もう裏から見ていただいて分かる通り、本当に全部全面ドライカーボンでございます。はい、もうなんちゃってとこ火じゃないね、本当にとてつもないです。で、フェラーリはフェラーリと同じように、あの全部平織りの同じサイズのカーボンで仕上げることもできます。で、もちろん今回それになってますので、はい、そうだね、裏はちゃんとでっかいカーボンの、だその辺も全部使い分けてるっていう。で、マンソリーはそのカーボンの目も平織り、綾織りで、平織りだったらそのカーボンの目のサイズとかも全部、まあ、ある限りなんですけど、あの指定もできるんで、その車とか、まあ、デザインに合わせてそういったものを指定することもできます。はい、そしてボンドボディのブログでも最近よく出てくるカップの、あのフェンダーつけてる991の後期も絶賛作業中です。今バンパーが取り外されて、サイドステップを何やら加工してございます。いや、すごいねこれ。サイドステップ加工中ですか。あ、サイドステップを、あ、そのまんまなんですか。あ、これをじゃあボディ同色にするとこですか。なるほど。で、フェンダーを今回その合わせるように加工してるんですよね。カップだとちょっとこうバチンとこう張り出しちゃってるんで、それを純正のバンパーにこうラインを合わせて作り直してるっていう。あ、後ろは、はい、この辺は、まあ、ボンドボディのブログ見ていただければ、はい、どんな感じかお伝えできると思うんですけど、はい、フェンダーを発見いたしました。わ、すごい。あ、ここちゃんとフェラーリのエンブレムがはまるようになってます。わ、すごい。これも持ち上げていいか。軽い、軽い。マジで新聞紙ぐらいしかないぞ。うん、新聞紙っていうか、その新聞のあれぐらいしかない。めっちゃ軽いよ、すごい。で、マンソリー全部この入ってて、細川って確か多分入ってると思うんですよ。すごい。普通だったらこれだけ複雑な形状をこう作っちゃうと、多分チリが悪くなっちゃったりとか、まあもちろんその高温高圧でこう釜に入れて作るんで、縮んでサイズが合わなくなっちゃったり、位置が合わなくなっちゃったりっていうのは必ずあるはずなんですけど、マンソリーが作るとそれでもちゃんとぴったりつくっていう。はい、というわけで今回はボンドボディで、新しくプロジェクトがスタートする488マンソリーシラクーサの、一番最初のちょっと様子をお届けしました。また作っていく過程、ちょっと定期的にボンドボディからお届けしたいと思います。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。